実際今どうなんだろうっていうことを調べてみたら、衝撃の事実が分かりまして、1500ワット検索してみてください。するとこんな感じなんですよ。分かります？いくらこれ。はい、こんにちは、野さん TV です。今日はポータブル電源とサブバッテリープラスインバーターのシステム、車で使う車中泊用の電源についてのお話をしたいと思います。ね、今日はテロちゃんが手が伸びてきたので肉球さんに行ってチョキチョキしてもらいます。頑張っとってね。はい、到着。さあ、テロちゃん、こんにちは。はい、お預かりします。テロちゃん、ありがとうございます。ありがとう。さっぱでしたね。テロちゃんこっち向いて、あー、かわいいね。私の好きな福井のカズさんがソアオキの G1200 という大型のポータブル電源の話をしていたんですよ。そのポータブル電源はインバータ出力が 1000W あって、電子レンジも車の中で使えるよっていう大きなポータブル電源だったんですけど、ちょっと買おうかなと思って心をグラグラッと揺れていたんですけど、ソアオキの G1200 が今ポータブル電源の中では最大のようなんですけど、価格が17万するんですね。17万円もするポータブル電源で AC の出力は 1000W まで、それ以上の大きなものが存在しないっていうことにちょっとあれと思いまして、価格をいろいろ調べてみようかと思ったんですよ。うちにある電子レンジ動くかなっていうことを調べたかったんですけど、ソアオキの G1200 は 1000W なんですけど、うちの電子レンジが 500W だったんですけど、 500W って見ちゃダメなんですよね。裏返してみて、ここを見ちゃダメなんですよ。定格消費電力、電子レンジの場合は 950W、 ヒーター加熱は 1250W 使う。定格消費電力って書いてあるところが何ワットになってるか、それを見なくちゃいけなかったんですけど、 500W の電子レンジなのに定格消費電力は 950W、 まあ 95% 使うとほぼ使えない状態だったんですよ。 700W ぐらいまでにしとかないとちょっとこれは無理だなっていうことと、ヒーターついてますので、ヒーター使えるかなと思ってヒーターの定格消費電力見たら 1250W なんですよね。うちにある古い電子レンジっていうのは能力的にはもう一番下の 500W しか出せないようなものなんですけど、それでも 1250W 使うっていうことになりますと、ソアオキの1200では使えないっていうことが分かってしまったんですよ。で、車買った時に自分で取り付けた7年前になるんですけど、サブバッテリープラス 1500W の制限波インバーターを15万かけて買ったものを自分で取り付けたんですけど、その 1500W で同じ電子レンジが動くかどうかっていうことをちょっと不安になりましてやってみました。ちょっとこれを見てください。はい、どうもこんにちは、なおさん TV です。今日は車に積んでいるインバーターでこちらの電子レンジを動かしてみようと思います。こちら 1500W のインバーターを搭載してるんですけど、 2000W のインバーターを手に入れましたので、もし動きが難しいということであれば、この 1500W のインバーターをこちらの 2000W のインバーターに交換してしまおうかと思ってます。電子レンジ入れます。さあ、入れて大丈夫かどうかですよね。はい、こちらでタイマー。はい、さあどうでしょうか。お、ファンが回り始めましたね、いきなり。バッテリーは赤とオレンジを行き来している状態ですので、まだまだ大丈夫っていうことですね。アウトプットは 100% にまでは達していない、もう少し、余裕がありますってことですね。 1500W のインバーターで使えるということになりますね。これだけ動けばこちらのインバーターシステムの方がずっとお安いような気がします。ポータブル電源を使うときに、はいと、あ、ファンもすぐ止まりましたね。うん、結構余裕があるということだと思います。はい、でこの電子レンジは十分動くっていうことがこれで分かったんですけど、そこで思ったんですよ。車の中で大容量の電気を貯めたいとか、大容量の家電製品を使いたいという場合に、ポータブル電源もどんどんね、価格も下がって取り扱いしやすくなったんですけど、例えばキャンピングカー買ってどちらにするかっていうと、
やっぱりサブバッテリープラスインバータシステムを構築した方が実用的だなっていうことが分かったんですけど、当時その15万円もしたこのシステムっていうのは実際今どうなんだろうっていうことを調べてみたら、衝撃の事実が分かりまして、 Amazon で制限波インバータ 1000W とか 1500W って検索してみてください。するとこんな感じなんですよ。わかります？いくらこれ？私買った 1500W のインバーターは8万5千円だったんですよ。で、同じもの出てたんですけど、それはまだね、5万6万っていう高かったんですけど、それ以外のものがむちゃくちゃありまして、価格が全然違うんですよね。8万どころか3万とか、ね、安いものになると、1500W じゃなくて 2500W とかでも2万3万で買えるんですよ。じゃあ、バッテリーとこのインバーターをセットにするともっともっと巨大な電気が使えるシステムがもうむちゃくちゃ安くできるじゃないか。じゃあそれが実際いくらぐらいで作れるだろうかっていうことと、ポータブルバッテリーを選ぶ際にいろいろな数値が出てますよね。で、その数値の中で何を見ればいいか、重要なのはバッテリーの容量がどれだけかっていう点と、もう一点は AC の出力が何ワットまで取り出せるものなのかっていう、この2点なんですよ。この2点を比較してどう選べばいいかっていう話を今回はしてみたいと思います。これから車中泊を始めて、そして電気をバンバン使いたいっていう方には絶対参考になるかと思いますので、ぜひ見てください。ポータブル電源を選ぶ際に見なければいけないポイントは2つ。このポータブル電源の容量はどれだけあるだろう、このポータブル電源から取り出せる AC100V の出力は何ワットあるだろうというインバーターの能力、この2点になります。ポータブル電源の容量とインバーターの出力、この2点を見ていきましょう。はい、まずこちら沢木の G500 ですね。こちらは車中泊動画でも一番使われているポータブル電源ではないかと思います。バッテリーの容量は 137,700mAh、 すごいと思いますけど、これはミリアンペア表示ですので、アンペア表示に直すと 137A ということになります。こちらのバッテリーは115ですので、ほぼ同じようなバッテリーが1つ入っているぐらいの容量ということですね。問題になるのはこの AC インバータの 300W です。 300W あれば結構あるわと思われる方多いと思うんですけど、実は結構少ないんですよ。タケル君でご飯炊いたりスマホの充電したりっていうことができるんですけど、それ以上のことはなかなか難しいと思います。はい、次は G1200 ですね。こちらはバッテリー容量は 332,000、先ほどのバッテリー115Aのバッテリーが3つ分も入っているという超大容量です。ただこちらはインバーターの出力が 1000W になります。電子レンジがやっと動くかもしれませんけど、 1000W のインバーター程度のものでお値段が17万というのはやはりかなり高いって考えた方がいいんじゃないかなと思います。ポータブル電源を使うときにバッテリー容量をいろいろ問題にしてるかと思うんですけど、容量をどんどん増やすということは実はお値段高くないんですよ。例えばこちら私が使っている AC デルコのサブバッテリーですよね、ちょっと見えないんですけど 115A あるんですよ。これを通常キャンピングカーなどでこのようなバッテリーシステム組んだときに並列にしたり、3つつけたり4つつけたりっていうことが自由に簡単にできますよね。で、1つあたりのバッテリーっていうのはだいたい1万3000円から1万5000円ですので、これを3つ並列につないだ場合には345Aになりますし、10個並列につなぐと 1150Aというとてつもない大きなバッテリーシステムが1万5000円だとしてもかける10の15万で、完成することになるんですよ。一方よく使われている AC 出力が 300W 程度のインバーターっていうのはすごく安くて、こちらのインバーターは 1500W ですので、私が買った時には8万5000円ぐらいしたものなんですけど、今5万円ぐらいで 1500W ぐらいのものも販売されてます。
で、片やポータブル電源でよく使われる300ワットのインバーターっていうのはいくらぐらいだろうっていろいろ見てみると、1万円も全然しないんですよ。で、1万円も全然しないインバータープラスある程度のバッテリー、まあそれをキットにして、しかもリチウムイオンバッテリーを使ってポータブルにしているので、まあ使い勝手はいいんですけど、まあそれでもたかだか300ワットですよね。で、実際にこのようなシステムで300ワットのインバーターを組んだとすると、お値段的には2万3万ぐらいで十分組めるわけじゃないですか。ということは、でわざわざポータブル電源を買う必要もないなっていうことになりました。まだまだそのこのようなシステムを組んだ方がずっと安い。はい、私ハイエース乗ってるんですけど、ハイエースにはこのようにAC100V のコンセントが標準でついてるんですよ。どこにあるかと言いますと、こちらですね。こちらにあるんですけど、ここをコンセント。これ何かと言いますと、ドローンのバッテリーなんですね。ドローンの充電が、ハイエース標準の 100W のインバーターでできるかどうかを確かめてます。さあ、どうでしょうか。あ、大丈夫ですね。問題なくドローンの充電程度であれば 100W のインバーターで充電ができるということです。はい、こちらは 135L の家庭用の、まあ一人暮らし用の冷蔵庫なんですけど、こちらの冷蔵庫が車で使えるでしょうかということで消費電力の確認です。開けると消費電力はここあたりか、もしくはここあたりに貼ってあります。これを見ますと、あれ、ここじゃなくてこちらですね。はい、こちらを見るとこの消費電力は 116W、 電熱装置、霜を溶かすヒーターだと思いますけど、それが 8W で 116W ですので、全く問題なく車でこんな大きな冷蔵庫が使えるということですね。結構そんなにたくさん電気使うものっていうのはないんですよ。ここで言うと、例えば電子レンジ、アイスクッキングヒーターなどは、こちらは1300、こちらが500なんですけど、実際の消費電力は950ですので、ちょっとどちらもなかなか大変かなっていう感じですね。はい、今日はポータブル電源とこのような車についているサブバッテリープラスインバーターっていうものを比較して、どちらの方がお買い得か、両方どのような違いがあるかっていうことをまとめてみました。参考にしていただければと思います。また続きもやろうかと思いますので、よろしければチャンネル登録&高評価もよろしくお願いいたします。はい、